えっと、私は社会人6年目の無能理学療法士です。以前民間宇宙船打ち上げのニュースを見て感動し、それからどうにか宇宙に関わる仕事をしたいと思っています。何年後かはわかりませんが、今後日本でもサボービタル宇宙旅行が普及し、一般人に対する事前訓練や期間後のケアに需要が出てくると考えています。日本では宇宙機開発ベンチャーが2社しかない現状ですが、事務や営業広報などどんな仕事もする過去で宇宙病科に飛び込み、いくらか訓練、心身ケアに変わりたいです。リハビリ業界以外の社会人経験がない状態で未経験業界へ職種に挑戦するのは無謀です。 でしょうかえっと、無謀ではないですけど、間違ってます。あのどんな仕事もする覚悟があるんだったら、さっさと英語を覚えてアメリカに行ってください。あの基本的には、その民間というか、まああの、えっと、宇宙に民間の人を送り込むのって、また、あ、多分アメリカになっちゃうんですよね。一応、バーチンギャラクティカーが、まあ、バーチンってイギリスの会社なんで、やるとは言ってるんですけど、あれでも、バーチンギャラクティカー、プロジェクト凍結したんじゃなかったっけ、まあ、結果として、多分あのやれるのって、あの、 イーロンマスクさんの会社になるので、そうするとイーロンマスクさんの会社で民間人を送り込むっていうところのサポートをするっていう形であれば多分そういう仕事は発生すると思うので、まあアメリカか中国かですけど、ただ中国の場合はその中国のロケット開発技術っていうのは基本的にはもう軍事技術なので、日本人の民間の人を入れるっていうのはまずないと思うんですよね。 で、JAXA に就職するっていうので、一応宇宙の近くに行ける可能性はあるんですけど、JAXA に就職しようとするんだったら、理系の大学に出てないとほぼ無理だと思います。要はそのサポートができますみたいな文系の能力であれば、JAXA って採用する必要ないので、なのでどんな仕事もできる覚悟があるんだったら、さっさとアメリカ行っちゃった方がいいと思います。